アミちゃんです。念願のユニバです。これですよ。早っ、決めるの。この子にする。はい、かわいい。同じことかわいい。それもね、今の髪色に合ってるね。かわいい。かわいい。こんな感じでつけました。ラッシュスヌーピー。かわいいね。今日もかわいいですか？何を頼みました？キーマカレーです。キーマカレー。飲み物は？スプライト。乾杯。うん。美味しい。食べてみて。はい。美味しい。うん。美味しい。うん。美味しい。私が頼んだのはハンバーグプレートとコーンポタージュです。ちゃんと味がして美味しいです。やりたい。なんか食べたい食べ物とか2人で用意して飲んでなくやろう。うん、飲む企画やりたい。 Vlog 好きだから私、ね、やらないの。自分を見るのが好き。ソーラムとか色々出すんだけど、私たちウォーターフロントにフォークしてた時間なのに、ゆっくり回すのいてるウォーターフロントに1時半くらいから行こうとしてたんですけど、今ご飯食べちゃってるので行けなくて。3回見た。それ1日の全公演だ。そう、やば。3回見るとさ、もうウォーターワールド側の人もさ、あの子1日中いる。私初めてだ。マジで感動する。感動なんだ。ご飯のお姉さんのさ、いい、綺麗、可愛いので、写真撮ってきてもいいや。言ってた。キャストさんの対応が噛みすぎて、ちょっと人見知りしちゃう。リオタと来た時は、そうっすよね。なんかめっちゃ喋って、あの人さ、めっちゃ汗かいてて最近、まあ暑かったから私もなんだけど、なんかさ、それを拭くタオルがさ、なんかボロボロのタオルを首に巻いて、絶対デートのつもりじゃない。ジル可愛い。ありがとう。ジル。何知ってるの？ YouTube 見てます。やばい。視聴者がいます。嬉しい。見てくれてんだ。見てるよ。めっちゃ好きじゃん。好きだよ。誰が見てくれてるんだろうってたまに思う。どういう人がどういう時に見てくれてるんだろうって。でも友達たちはみんな見てるんだよ。本当に、うん、私の話してるってやつがさ、一個あってさ、一応しらばっくれてみたいな。一緒に来る。え、そう。聞かれたけど、うん、なんか違いますみたいな。そう、私が隠れるっていう本当に面白い。目撃したもんね、それ。これからたくさん遊びに来たよ。行く。いっぱい出て。プーちゃんとかにも会いたいし。確かに、その動画その。一回プティってちっちゃい時預かってもらってて。そうなんです。カミンチもね、ワンちゃん飼ってるから。本当に家族でよく来てもらって。楽しみだ。え、楽しみ。ちゃんと動画寝ぼけても回せない。私が忘れてたら言ってる。ジョーズ乗ったら怖かった。怖い。怖いよね。海洋恐怖症なの。でもジュラシックパーク大丈夫。なんかちょっと怖いけど好き。私はジュラシックパークのジョーズの人はあれでしょ、浮いてんのは怖いんですよ。そう、水から怖いんですねえ、いつも笑うじゃんそれね。怖いんだよな。いや、怖いよ。浮いてんのも怖いし、なんかそのじゃあ水に全部抜きましょうってなって見えた時に下半身が見えるっていうのが怖い。マリオ行きたい。マリオ、マリオコート行こう。うん。何それ、ゲットしたの？飛んできた？落ちてた？拾ったの？わざわざ。
それをどうすんの？持って帰る。あげる。いらないです。いらないです。ごめんなさい。プレゼントポイント、ごめんなさい、いらない。あは言い表せられないくらいすごいんですけど、目は2つじゃ足りません。本当に足りない。迫力がすごい。なんで今まで見てなかったんだろうっていうレベル。多分私の周りにもさ、好きな人いっぱいいるからさ、みんなに教えてあげようと思って。いや、なんかかっこいいよね、本当。あの、惚れるよね。惚れる。みんなに惚れる。そう。あそこで働くことを目標にしようかな。言ってたよ。うん。めっちゃかっこよかった。あ、そっち？そっちじゃない。いや、普通にアクションしたいんだけど。盛り上げ役？なんかこれ前かわいい。え？ゴミ箱にできる。ゴミ箱。そう、私がちょっとご相談させていただいて、うん、こうやってご用意してもらいました。そうなんです、ありがとう。おめでとう。後でプレゼント渡すね。え、ちょっと今もう入ってきたばっかだからやばあれなんだけど、ありがとう。写真撮ろう。撮ろう。すごいね。すごい。え、待って、景色やばい。え、景色やばいよ。すごいこれ。すごい。イルミネーションが、景色綺麗ですね。で、奥にバスルームが、うわー、おしゃれ。超おしゃれだよ。シャワー浴びですね。確かになんか崩すのもったいないよね。いろんなところで写真撮りましょう。はい、ということで今日はこちらに泊まります。イルミネーションよ。すごいね、このダブルを。すギラッギラ出て、今からはい肉を食べに行きます。行きます。大阪の友達がね、おすすめしてくれたお店で、ちょっとそこに行きたいと思います。行きましょう。かわいい。あらあら、アミが焼いてくれてます。こちらの好きなタン、黒山牛専門焼肉のジンです。私たち好きな食べ物気が合いますね。ね、ね、タンとだってミノ頼むって、うん、その2つマスト。マスト。あ、一緒で、キムチともやしナムル。で、私ユケジャンスープ好きだから。へー、なんかあんまり私の周りいないんだよね。何が辛いのも嫌いだし、うん、そうなの。うん、上味のも食べれない。もったいないね。ね、美味しいの。うん、もやしナムルね。お、ミノ食べ派？食べ派。おー。
か塩いただくの本当にめっちゃ美味しいよ。うん、塩いただきます。うん、美味しいよ。初めて見たそのポーズする人、怖っ。かわいい、かわいい。お誕生日と卒業おめでとう。風船かわいいね。ね、プレゼントお渡ししてなかった。1個はね、本当にね、もうなんかゴミみたいなものだと思ってほしいんだけど、はい、おめでとう。ちょっと袋ぐしゃってなっちゃった。開けていい？新幹線の中で。うん、どっちから開けたり、開けたらいい。じゃあ、どっちでもいいけど、そのさ、リボンの方ちょっと本当ゴミだと思ってほしい。どういうこと？本当に。何？え、可愛い！そう、作ったの。え、これ欲しいと思ってたの。あ、本当に？そう、私作ったの知ってたでしょ。そう、なんかさ、そう。制作してんのは。そう、これね、最近ハマってるビーズのアクセ。よくつけてるよね。そう。自分とね、アミでね、色違いで作って、アミはね、水色メインで作ったの。ピンクも入ってるけど。ありがとう。そう、A って入れた。これ開けていい？うん。ワンちゃんみたいな。かわいい。リング？そう。やったー。フランスのブランドです。かわいい。かわいいでしょ？似合いそうと思って。かわいい。ありがとう。おめでとう。ありがとう。せーのと、はい。皆さんと、はい。アフリと、うん。なんだっけこれ。トイストーリー。あ、そう。トイストーリーやばい。食べます。オレンジジュース、うまっ、ね、さあオレンジジュース、わかる、食べて、わあ、すごい、うん、わっ、わっ、このスープうまっ、うん、ビタミン取らないとと思って、こういうとこでしか野菜って食べなくて、こんなこと言ったブロンコビリーめっちゃ好きなんだけどさ、うんうん、野菜が置いてあるお店じゃないと食べないから、フルガースってのもあるかもしれないけど、うん、野菜買って食べないとなってめっちゃ思う。だから体調すぐ崩しちゃう、ビタミン不足に。じゃあ来年は野菜を多く食べる。はい、確かにシンプルだけど一番大事かも。うんうん。